ビトルト・マウツジンスキはポーランドのピアニスト。ショパンの解釈に定評があった。日本ではビトルド・マルクジンスキ等の金表記が使われたこともある。弟のカロル・マウツジンスキはライターで政治家である。5歳でピアノを始めたものの、父の勧めにより当初は法学と哲学を収集するつもりであった。しかし、音楽への情熱を立ち難く、ワルシャワ音楽院でフェルッチョ。 ブゾーニ家のユゼフ・トゥルチンスキに支持した。1936年には、元ポーランド共和国首相で19世紀ロマンハッピアニストの黄金時代を知るイグナツィッパデレフスキの訓導も受けた。1937年に開かれたショパン国際ピアノコンクールで、第3位に入賞した後、パリ音楽院に留学して、イシドール・フィリップやマルグリット・ロン等の教えも受けている。また、 パリでは、フランスのピアニストであった、コレット・ガボーと結婚している。フランスが降伏するとコレット夫人と共に、ポルトガルに逃れ、そこで思いがけずグジゴシュ・フィテルベルクと出会う。フィテルベルクから南米での演奏旅行を持ちかけられて1940年10月にアルゼンチンに行き、1942年4月にはアメリカ合衆国に移った。戦後はスイスに移住してその地に暮らした。 ポバンツキ霊園のマウツジンスキの母被没語は、ワルシャワのポバンツキ霊園に埋葬された。ザ・ビトールド・マルキュザインスキーウェブサイト、バイオグラフィー、吉澤・ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書公読書、2006年2月10日、81ページ、ISBN4 から7872から7208、X。ありがとうございます。